楽うまクッキング。今日は広島県で初のシニア野菜ソムリエの資格を取り、食育プランナーとしても活躍中、野菜のスペシャリスト花井あやみさんの登場です。宇野昌磨選手のファンという花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は花井さんもフィギュアに夢中になっておりまして、本番先ほど10秒前に発覚したんですが、興奮してエプロンを2枚つけております。あったかいエプロンの上からエプロンをしてるという、ね、状態です。ここ紐が2本になってますけどね。マイクもつけてないと間に合わなかったので、今日はこのままお送りしたいと思います。ちょっとこうやっぱ超えてみますかね。はい、皆さんはエプロン1枚で大丈夫、そんなに汚れることのないレシピです。今日はマンネリ解消変わり鍋レシピをお送りします。はい、さあ今日はこちらを作ります。長芋とごぼうのほうじ茶鍋、はい、変わり鍋レシピでお願いしましたけど、変わってますね。なんか地味でしょ。まあ、ちょっと茶色が多い感じがしますね。でも、ね、あの美味しいですよ、あっさりとして ね。やっぱり体にはいいので、ぜひね、はい、今日は本当にこう体が元気になるようなお鍋なんですよね。はい、どうやって作るのかとっても簡単です。ぜひ皆さんも楽しみにご覧ください。はい、じゃあ、 昌磨応援レシピですね。昌磨応援レシピ、はい、じゃあまずね、はい、じゃあ、 お鍋に今ね、水が 800ml と、はい、でもすでにね、だし昆布入れております。10センチ角です。はい、はい、で今日ね、こちらの方にですね、はい、なんと主役です。はい、ほうじ茶ですね。はい、でね、あとね、お茶っ葉を出すので、はい、まあ、パックがいいかなと思うんだけど、パック本当にこれほうじ茶のよくあるパックですね。そうパック用意しました。はい、ね、でもなかなかね、これがね、いいんですよ、香りもね、味もね、うん、こうしたらね、だんだんほら色が出てきますでしょ。出てきますね、お茶ですね。はいはい、でこれを十分しっかり出しましょう。しっかり出す、はい、今日はね、はい、はい、でこちらにですね、お酒、はい、なんと 200ml 入ります。あら、たっぷり。でね、お酒って火をね、入れればアルコール分飛ぶので、うん、ご心配なく。お子さんでも大丈夫ですね。はい、でみりんですね。はい、みりんが大さじ3ですね。はい、こちらもたっぷりですね。みりん大さじ3、はい、で白だしですね、大さじ3入ります。はい、でちょっとね、お塩ですね、まあ、これは加減しながら、はい、初めにね、小さじ1弱入れましょう。で、あとまあ加減されたりですからね。はい、はい、小さじ1弱、もうこれで味が決まるんですね。はい、これがお出汁ですね。はい、これだとお茶をしっかり出していけば、はい、ということで、はい、さあその間に野菜を切っていきましょう。今日はね、ごぼうとね、水菜を使います。でね、ごぼうなんですけど、はい、ささきがきをされてもいいんですけど、うん、ダブルの時に食べやすいようにこれをね、リボン状にします。はい、とこういうふうにね、スーッといきますよね、こういう風に。でリボン状になりました。うん、ですね、もうこれでいいと。うん、でごぼうなんですけど、はい、これをね、アク抜きでね、水に使える方がいるでしょ。はい、ごぼうはそのイメージありますね。うん、これね、やっぱしね、つけない方がいいです。水つけなくていい。つけちゃうと香りとかね、うん、栄養分が全部水の中に流れてしまうので、もう使う直前にね、はい、こういう風に切られたらいいですから。使う直前であれば、うん、水につけなくてももうこのままでいい。いいです。で、むしろ本当にね、今日のようなこうお茶の香りにね、ごぼうの香りっていう風にね、はい、ぜひね、香りを楽しんでいただきたいですね、うん、ごぼうのね。そして今日はこのね、スライスの食べ方もおすすめなんですよね。そうそう、でこれあとね、大根も人参も全部こんな風にすれば野菜しゃぶしゃぶ鍋に、はい、なるでしょ。ごぼうもしゃぶしゃぶ的な感じで、そうそうそう、食べることができる、という風にね、しましょうね。ちょっとこれ、まあ、はい、これぐらいで残りましたけど、はい、はい、であとですね、水菜ですね。はいはい、で水菜もこちらですね、今日たっぷりね、2人分ですけど、はい、で水菜もここにこう根がありますけど、はい、これ食べれちゃうんですけど、花さん普段もここ食べるんですか？食べます、全部。もうこのここですよ。うん、食べます。食べますか？うん、こう縦にこう切ってね、こういう風にね、うん、だって食べれます。でも、うん、今日ちょっとテレビだから、ちょっとまあこれぐらいはね、気持ち気持ちですね。はい、気持ち、気持ちだけちょっとこのぐらい切りましょう。これぐらいでいいんですか？いいです、いいです、全然 OK です。水だって、そうで食べれますって。こんな皆さん、じゃあ切りすぎなんですね。切りすぎですね、皆さん。でね、根が美味しいんですよ、本当はね。あ、でもよく言いますね。うん、だから、はい、ネギなんかでもこう根がついてる部分、はい、あれ食べましょう。あ、なるほど、ね、でこれ大きめに切りますよ、こういうふうにザコザコとね、はい、こういうふうにね。これでもこれ固まったままになりますけど、これでいいんですか？あ、ちょっと切りましょうかちょっと切りましょう、若干、はい、でもね、食べる時に割とインパクトがあるかなと思います。でもそれでいいかもしれませんよ、それはそれで。今日は皆さんね、うん、水菜切りすぎなんですよ。そう、切りすぎなんですよ。はい、はい、これ、ね、一応ね、一番上級資格のシニア野菜ソムリエが言ってるので、はい、一応って何ですかなんでその一応っていうのは、今日はエプロン2枚してますけど
なんかね、暑いですけど。暑いですよ。そう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 。やっぱりね、しっかりした生地のエプロンですからね。ちょっとね。2枚重ねて暑いですよね。暑いですね、はい。はい。で、次ですね。はい、長芋ですね。長芋です。はい。はい、今日長芋ちょっと準備してあるんですよね。そうそう、で 、はい、長芋ね、ぬるぬるしますでしょ、はい、でってこう手が滑ります。でそういう時に今ねここに、ね、酢水につけてます。はい、で酢ってね、うん、あの長芋のぬるぬるをね、はい、溶かす作用があるんですね、うん、でこういう風にするとちょっとこうねさっぱりします。あんまりぬるぬるしない。ぬるぬるしない、うん、で里芋とかも、うん、結構ぬるぬるしますでしょ、うん、で手が痒くなる方がいる、はい、でそういう時には手に酢をつけられて、うん、熱湯で洗い流すと痒みがね収まりますよ。へ、その時も酢水がいいんですね、痒みが出た時も、うん、そう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 、これがねミニ知識です、今日のね、うん、はい、酢水おすすめ。酢水で実際にも全然滑ってないですね。でしょ、今日翔真くんは滑りましたけど、はい、ね、長芋4回転サルコーみたいなねあれですよね、はい、いい滑りですね、いいですか、はい、でも受験生の方はね滑っちゃいけませんね。確かにね、はい、禁句ですよね、はい、もう言ってしまいましたけどね。そうですね、頑張れ受験生。まあ、でも今日は酢水をつけて滑らないということですからね。あ、そうですよ、はい、滑らないということですからね。はい、ですね、はい、はい、でこちらは最後に入れましょうね。はい、はい、いきます。でぼちぼちこちらの方がお茶の色になりました、はい、うん、香ります。ちょっとどうですか。あ、すごいお茶の香りします。これも色はこれぐらいしっかり出てますか。出てますね。お茶大丈夫。はい、大丈夫ですね、はいはい、香りが立ってきたらお茶パックを取り出してください、はいはい、でこちらの方にですね、はい、今日は豚の、はい、豚バラを使いますね、はい、今日は豚バラしゃぶしゃぶ用ですね、はい、ビタミン、ね、はい、B ですね、しっかりとね、はい、塊で一気に入れてみました。はい、よく一つかみでいけましたね今逆に感心しましたよ。そうとか一つかみでいけるんだ、うん、そうとかうまいんですよね、こちらもいきますね、はい、昆布は敷いたままでいいんですか。あ、昆布食べちゃいましょう。食べちゃいますね、最後にね、はい、はい、でこちらの方で少し火を通していきます、はい、で火を通ったものがこちらにありますので、はい、差し替えていきましょうね、はい、豚肉とごぼうに火を通したお鍋がこちらになります。はい、はいはい、ということでちょっと開けていただきましょう。どうでしょうか、はい、じゃじゃじゃん、ほら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 、あ、地味ですね、茶色いですね茶色しかないですねそうです、ここにですね、はい、ここにグリーンをね、はい、入れていきますんでね、ここから色味がグッと良くなってきますね。そうですね、グッとね、あ、でもいい香り。ちょっとねこれを入れる前にちょっとね、あのさ、どんなにね、地味っていうのは地用の字に味っていう書くのね、今度は 地味ですね、わかります。あ、なるほど、見た目の話じゃない、ね、そうそう、今度は味の話です、はい、どんなに地味があるか、地味があるか、はい、あー、美味しいお茶の香りと、あと、ね、あ、これスープ美味しいですね。美味しいでしょ、間違いないです、だ、うん、はい、ごぼうの旨味もすごい出てますね。でしょう、うん、ね、いいでしょう、美味しい、はい、はい、こちらの方にですね、はい、水を入れてまいりましょうね、はい、はい、でこちらもねバサッといきますよ、はい、はい、バサッといきました、はい、あー、いいですね、いいですね、うん、水菜が入ることによって一気に鍋物っぽくなりましたね。ですね、はい、ちょっとこれ入れちゃおうね、はい、で、はい、ここにじゃじゃんですね、ちょっとここに長芋が最後にフィニッシュですね、フィニッシュ、フィニッシュ、フィニッシュ、はい、ですよ。でこれはね、火が通ると固まります、うん、とろっと、これが固まるんですか。固まるんですよ、うん、またそれがねとても美味しくって、はい、入りました。でこちらちょっとね、はい、火をね加えてると完成ですね、うん、蓋します。あ、なんかねお鍋だからどうでしょうか、大丈夫ですか、ね、はい、うん、まあ、水菜はもうすぐしんなりしますもん ねでこれにあとね、まあ、お豆腐入れられたり、はい、きのこ入れたりアレンジされてもいいんですけど、うん、あえて今日はねシンプルにしましたよ、うん、はい、でも見た目もすごくね、ね、いいでしょ、一気に良くなりました。さっきまでの抹茶ある鍋がいいですね、白とグリーンでね、はい、で、これね、締めがいいんです、締めが、締め、うん、日本そば、あ、うどんとかじゃないんですか、うん、渋いでしょう、もうね、日本そばです、もううどんダメです、うどんダメ、日本そば、日本そばです。あ、でもちょっと長芋とかあの辺とも合いそうですね。あ、そうです、で、あなたのそばがいいですね
脳されたんですか。エプロン2枚だから、はい、はい、行きました、はい、いいかな、決まりましたね、はい、ぼちぼちですね、はい、はい、じゃあこちらの方で、はい、よいしょよいしょ、はい、できました、はい、はい、あー、おいしそうですね、はい、はいはい、こちらで長芋とごぼうのほうじ茶鍋完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントは豚肉とごぼうと長芋のお鍋で、長芋は酢水につけておくことでぬめりが取れてすりおろしやすくなります。ほうじ茶はパックに入れて煮出してください。香りが立ってきたらパックを取り出して具材に火を通します。他にもですね、お豆腐や大根などお好みの野菜などいろいろ入れても美味しいです。もうスープが美味しいですからね、ぜひ皆さんいろいろ試してみてください。淡白なスープでお肉をあっさりといただくことができます。ぜひですね、我が家の鍋のレパートリーに加えてみてください。はい、さあ、それでは、はい、はい、こちらはね、はい、ありがとうございます。どうでしょうか。見てください、エプロン2枚で間近で見るとすごく面白いと思いますけど笑っちゃいました。聞いたことないけど、かなり厚手のエプロンを2枚でもね、汗かいてるんですよほうじ茶鍋、ちょっと今日ちょっと食べてみたいでしょう。そうそう、はい、そうそう、いいでしょう。ないです、うん、なんかそれがいいですよ、今週のテーマですもんね。想像がつかない鍋っていうのがね、はい、はい、じゃあこちらもね、ちょっとね、そうそう、で山芋がちょっとね、ほら、でもね、ちょっとこう、固まってるでしょ、はい、でこれをちょっとね、こうして、はい、はいはいはい、でスープもちょっとね、あ、はい、お肉も少し、お肉もちょっと入れますかね。センスさん、お肉好きですもんね。大好きです。あ、でも今日長芋とごぼうが主役ですから、ね、あ、そうか、そうか、そうか、お肉入れるとお肉ばっかり食べます。そうです、あ、そうそうそう、そうですねはい、どうぞ、はい、わー、美味しそうです。はい、はい、ありがとうございます。どうぞお召し上がりください。まあ、この鍋は本当食べてみないとね、味がわからないですよね、うん、やっぱりスープから。おお、初めてです。美味しい。ほうじ茶は香りなのかな。そう、後でちょっときますよね。後できます。最後にこうちょっとこうね、残りますね。ただでもごぼうの香りも本当よく出ますもんね。うん、ねえ、なんか本当にこうおっかさっていう感じの味でね。うん、ですね。ごぼうはしゃぶしゃぶ状で。はい。うん。ごぼう美味しい。あ、美味しい。この切り方いいです。いいでしょう。うん。あとはね、スプーンも用意しましたんで、長芋もこうスプーンで食べたりとか、お肉と一緒に。あ、上手。さすが上手ですねいいすすりいただきましたね最高、うん、体も温まる、はい、うん、そして締めは日本そばで、はい、もう絶対ですね、もうこれ絶対に決めてくださいね。そうですよね、はい、また最後抹茶色になりますよね本当だ、はい、ぜひ皆さんも試してみてください。 おすすめのお鍋です。さあ、来週は1人150円以内おすすめ節約料理となっています。月曜日はですね、イタリアンの北村さんに1人前130円簡単オムライス風リゾットを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。花井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。